じゃ、ケンシロウです。アツベツ一周の動画はご覧いただけましたでしょうか。まあ、あの前回と前々回で前編後編で出してますので、まだの方はぜひ見ていただけたら嬉しいんですけども、そのアツベツ一周の裏話的な動画はこの次の動画で出したいと思いますので、ヨイさんと一緒に喋ってますのでご覧いただきたいと思うんですが、まあ、本題なんですけども、今月の12月21日火曜日の10時10分頃からラジオに出させていただきます。ありがとうございます。11月、12月、1月の3ヶ月連続で出させていただくということで、今月は21日火曜日に出させていただきます。1月のまあ来月はまだ日程は決まってないので、まあ、決まり次第お伝えしたいと思うんですが、まあ、今月は21日火曜日10時10分頃ぐらいから出させていただきますので、お時間ある方はぜひ見ていただけたら嬉しいと思います。同時にインスタライブもやるので、カフェリベルタのインスタグラムもぜひフォローしていただいて、ラジオ聞けないよ、聞く環境いないよって方はインスタライブで見ていただけたら嬉しいなと思います。 YouTube の方も合わせて撮影しますので、本日ラジオが終わり次第動画で YouTube の方でも出しますが、ぜひリアルタイムで聞く時間がある方はご覧いただけたら嬉しいなと思いますので、ぜひよろしくお願いします。まあ、前回は最初にラジオに出させていただいた時よりも緊張せずに喋れたのかなとは思うんですが、まだねちょっと緊張が抜けなかったりとしどろもどろの感じがねまだ抜けないので、まあ、今月は前回前々回よりも流暢に喋れるようにまあ頑張っていきたいなと思いますが、まあ、何を喋るかはちょっとまだ考え中なので、ぜひご覧いただけたら嬉しいです。はい、今日はラジオにまた出ますよってしつこく言っていこうかなと思いますので、その動画を撮らせていただきました。ぜひ12月21日火曜日10時10分頃からモーニングサンドイッチですね、 FM ドラマシティ 77.6Hz、 ぜひお時間ある方はインスタライブだったりラジオだったりぜひご覧いただけたら嬉しいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございました。バイバイ。